モーキニヘイヤウの一室見の壁クアモーモーキニは、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島で、ハワイで、初めてのヘイヤウである、モーキニヘイヤウを作ったと言われる、伝説上、または実在の人である。ハワイ島北西部の小原歴史サイト修立記念碑に、ある、モーキニヘイヤウのカフナが代々交渉で伝える、系府によれば、この聖書は480年に、クアモモーモーキニにより、 ハワイで初めての平アをとして立てられた。ハワイ語でクアモは脊椎、または道の意味でモーは家計、木にはたくさんのの意味でモーキニで長く続く家計の意味である。彼はハワイへ南太平洋から移住してきたと一般に言われるマルキーズ諸島人ではなく中近東のペルシャ湾から来た人という。その後もソシエテ諸島の人たちが移住してきて その中に、新官、パーオが、ハワイ人に、ハワイ独自の宗教を1100から1300年頃、もたらしたときに、モーキニヘイヤウを、男性のシンボルで、戦いの神、空を祀るように再建して、ルアキニの習慣ももたらし、様々な意思積みの積み増しも行っている。カメハメハ大王は、モーキニヘイヤウの近くで生まれていて、その誕生地を記念する遺跡がある。この遺跡と、これも、 比較的近くにあるマフコナヘイヤウとククイパフヘイヤウと共に1962年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され1966年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。依然、少子はアリーのみが入場を許されたが1978年にカフナの英断ですべてのハワイ人に解放されるようになった。ありがとうございます。